平面や写真だけでも 3DCG のような立体的な動画が作れます。この動画では After Effects を使って平面だけで作る 3D 動画の作り方を2つご紹介します。それでは早速やり方を見ていきましょう。アクション。まずは立体的な本の作り方です。ちょっとしたアイコン表示にも使えますね。まずは新規コンポジションを作成します。画像がある場合はそのサイズに合わせても良いですが、とりあえずここは幅を500で高さを700に設定します。この数字後で使うので覚えておきましょう。ということでこのコンポジションに合わせて新規平面を作成します。これが表紙代わりです。このコンポジションを別のコンポジションに挿入すると平面として使われますが、ここで 3D レイヤーのスイッチを押すと立体的になりますね。立体的なものを作る際にはカメラを使うことが多いので、ここではカメラの解説もしていきましょう。新規カメラを作成するとこの種類のところに1ノードカメラと2ノードカメラというのがあります。今回は2ノードカメラを使いますが、このカメラを使うと位置を動かした時に目標点を中心にカメラが動きます。これだと動かしにくいので新規ヌルを作成していきます。そして親とリンクでカメラをヌルに接続していきましょう。ヌルにも 3D レイヤーのスイッチを入れて立体的に動かせるようにしましょう。ヌルを動かすことでカメラを平行的に動かせます。この平行的に動かせるのが1ノードカメラの動きですが、2ノードカメラを作ってもヌルを作れば同じ動きが加わります。ここでは分かりやすいようにカメラアングルをレフトビューに切り替えておきましょう。そしたらこのブックカバーの位置を開いておいて Z 軸を25を動かします。これは本の厚みです。このブックカバーを複製しておいてから今度は Z 軸をマイナス25に設定します。これで合わせて50の厚さになりました。ということで次は横を作るために新規平面を作成しておいてから幅を今作った50に設定しておき、高さは本のコンポジションの700に設定します。ここでは色を分けておきましょう。そうしたら 3D レイヤーのスイッチも入れておきます。そして方向を開いておいてから Y 軸を90度回転させておきます。そうしたら今度は位置を開いておいて本のコンポジションの幅が500なので半分の250、 X 軸をマイナス方向に移動させておくことでぴったりとはまりますね。この平面は複製しておいてから X 軸を500移動させて反対方向にも配置しておきましょう。そうしたら再び新規平面を作成して今度は幅は50ですが、高さを本の横幅の500に設定します。これから上と下に配置していきます。ということで 3D レイヤーのスイッチを入れておいて方向を開いておいてから Y 軸を90度回転させておきましょう。この回転が分かりにくかったらこの画面内の丸いところをシフトキーを押しながらドラッグすることで感覚的に回転させることもできます。90度回転させたら今度は1の Y 軸を本のコンポジションの高さ700の半分の350移動させておきます。そうしたらこの平面は複製しておいて下の部分を作りたいので Y 軸を700移動させておけば完成です。このブックカバーのコンポジションを開いてここに本の表紙を挿入しておきます。サイズが合わない時なんかは右クリックを押してトランスフォームからコンポジションに合わせるを押すとぴったりになりますね。これで入れ替えは OK。 他の平面とかも色を白にしておくと本っぽく見えますね。これらのレイヤーは全て選択してプリコンポーズをしておきましょう。このレイヤーに対して 3D スイッチを押すだけでは 3D にはならないので忘れずにコラプストランスフォームのスイッチをここで押しておきましょう。これで回転できる立体的なオブジェクトが完成。そしたら続いては2つ目の立体的なオブジェクトを作る方法です。今回は新しくコンポジションを作成してここでは幅を1920に設定して高さを50くらいにしておいて横に長いコンポジションを作っていきます。そうしたらここに新規平面を作成します。色はデジタルっぽく青にしておきます。この平面に対してエフェクトからブラインドを適用しましょう。ここはあなたのデザイン次第。変換終了 50% に設定して方向は45度に傾けておきます。これで準備は OK。そうしたら元のコンポジションに戻って今作ったコンポジションを挿入します。そしてエフェクトから CC シリンダーを適用しましょう。するとこんな感じの輪っかができます。このままラディウスを上げても輪っかがちょん切れてしまいます。そこで先ほど使ったコラプストランスフォームをここでもオンにすることによってしっかり輪っかが見えるようになります。これでいくらラディウスを上げても大丈夫ですね。そうしたらローテーションを開きます。このローテーション Y で回転できるのでここでストップウォッチをオプションクリックしてエクスプレッションを追加します。今回はタイム ×30 と記入しておいて1秒間に30度ずつ回転するように設定しておきましょうか。これで準備は OK。 そしたら本のレイヤーの上に配置しておいて名前にアウトと付けておいたらこのレンダーのところからアウトサイドに切り替えます。すると輪っかの外側だけが表示されるようになりました。そしたらこの輪っかは複製しておいて名前にインをつけておいてから今度はレンダーをインサイドに切り替えます。これで本を囲むように輪っかがくるくると回るようになりました。
あとはデジタル感を出すためにもモードから輪っかどもに対してスクリーンを選択します。さらにエフェクトからグローを適用しておいてグロー色位置を 0% にするとよりデジタルっぽくなってきますね。ついで日本の方向に対してもキーフレームを打っておいて若干回転させております。オープンワールド系 RPG のフィールドで入手できそうなアイテムっぽくなりました。青いのでバフアイテムですね。ちなみにこの輪っかのやつはオーディオスペクトラムを組み合わせて喋るときに合わせてみたりとかテキストをここで加えてみたりするとなんだか面白い感じになりますので、あなたの工夫次第でいろいろと作ってみると良いかもしれません。それではこれで以上です。ここまで見てくださり本当にありがとうございます。